アンソニー・トーマス・グラフトンは、アメリカ合衆国の歴史学者。専門は、ルネサンス期、初期近代の人文主義、科学史、史学史、書物の歴史など。1990年代以降の人文学における、インテレクチュアルヒストリーの中心人物。プリンストン大学教授、アメリカ歴史学会会長などを歴任。イギリス学士院客員会員。 アメリカ芸術科学アカデミー会員2002年バルザン賞受賞1950年5月21日コネチカット州ニューヘイブン出身フィリップスアカデミーオーバー卒業生1971年シカゴ大学で歴史学の学士号取得翌1972年修士号取得1973年から1974年 ロンドン大学に留学し、アルナルド・モミリアーノの指導のもとオーバーグ研究所を利用して、ヨセフス・スカリゲルについての博士論文を執筆。1975年、シカゴ大学で PHD 取得。以降もオーバーグ研究所とつながりを持ち続ける。同1975年、コーネル大学で講義を受け持った後、プリンストン大学にポストを得る。 コー・プリンストン大学に所属している。1996年には、オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジで、イライアスロー講義を務める。2007年からは、1940年総監の、学術雑誌、ジャーナル・オブ・ザ・ヒストリー・オブ・アイデアズの編集員を務める。2011年から2012年には、アメリカ歴史学会会長を務める。ルネサンス期、 初期近代の文献学史、古典学史、史学史、科学史の研究で知られる。例えば首長のテクストの擁護者たちでは、リチャード・ベントリー、ポリツィアーノ、ビテルボのアンニウス、ヨセフス・スカリゲル、カゾボン、ヘルメス文書、シビュラの作戦、ヨハネス・ケップラー、ラペイレール、フリードリヒー・アウグスト・ボルフなどを論じている。また、アルベルティ、カルダーノについての船長がある。 リッサジャーディンと共同でルネサンス期の教育における技師、歴史修正主義についてやガブリエル・ハーベイの読書における欄外書き入れについて研究した。書き入れや客中の歴史については単著も出している。その他、ニューリーパブリック、アメリカンスカラー、ニューヨークレビューオブブックスなどで様々なトピックについて寄稿している。自宅に回転式書見台を所有している。ありがとうございます。